Gun, France 98, official licensed product. Together now. 去年から、まあ、日本の代表の方が決定する前から、ヨーロッパの方からですね、ワールドカップの、公式アルバムがあるんだけれども、それに参加してみないかというお話があって、それと同時にジャン・ミシェル・ジャールさんの方から、TK というミュージシャン、アーティストにすごく興味を持っているというお話も伺って、で一緒にコラボレーションしてみたいという話がちょうど同時に来て、そういったワールドワイドな、楽曲を作るのはもう当然今の僕の目標の一つなので、もうすぐ OK して頑張って作りました。 Ending with a very interesting song that is not a collage of two musicians working together, but something really that has a meaning, a true meaning, a real integration. And also the vocals that Olivia is performing is really working very well with both the theme and the, I would say, angel type of vocals, but also with a kind of strength.De personnage fini, mon vivant est divers. Dans le commencement de cette aventure, ce pays inconnu, ce pays mystérieux, sur un régal le temps, plusieurs civilisationsフランス祭りですね。ちゃんと手ぬぐいも持ちましてですね、祭りだ祭りだということですね。頭につけて頑張ろうかなと。そちらも小室さんもいますし、奥にはジャン・ミシェル・ジャールさんもいます。僕はトゥゲザーナーのボーカルのオリビアちゃんも僕はいます。で、邪魔者のマーク・パンサーですね。僕はどんな司会をするのか。司会ですか。司会ですか。ここが2000。いや、今客こっちでしょ。客こっちです。あ、オーディエンスでおばで。Yes, by the mirror, that's right. I'm looking at the こういう風にしたいって。客席がこっち。開けたい。Very good. こういうにしてください。はい。あ、いや、こちら。マークは今回司会なんだよ。司会プラスちょっと司会、はい、ちょろっとやろう。あまり目立ったんだけど、後ろの方でそこら辺で結構やってる。もうしちゃう、もうしちゃう。マークはこっち向いてください。そういうキャラじゃないはずなんだけど、そういうキャラになっちゃうんだよ。だよね、そうでしょ。なんかマスマティックスの気持ちだったでしょ。ちょっと closer a little bit and this closer, so that it's not too big. OK、 すごい緊張してる、本当に。What's that for me? Yeah, okay. Oh, long version. Okay. That's the rehearsal. I know. No. Oh my God. They are very important different stuff. Yeah.みんな最高。
great. She's done a great job. ちょっと TK の笑える顔をほら。失礼します。こんばんは。CM の後すぐだ。キム大統領が到着されました。盛大な拍手をお願いいたします。いよいよフランス祭りの開幕です。アン・ドゥ・トワ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。そんぐらいいましたか。というわけですね、久々に司会という、やっぱり小室ファミリーの何でも屋さん、マーク・パンサーに頼まれましたね。フランス祭りですね、なんと TK とジャン・ミシェル・ジャール、オリビア、このグループはですね、Together Now と Oxygen 13という、曲をですね、2曲披露しようというんですけども、それだけだと、10分ちょっとなんで、あ、さっさ本番かな。ブリーズとか、皆さんこんにちは。すごいね。フランス祭りへようこそ。さてですね、今日は、なんと、フランス祭りということで、小室ファミリーの中で、日仏混血なこの僕がですね、司会を頼まれてですね、久々に司会やっております。というわけですね、じゃあ小室さん呼んでみますか。 TK です。こんばんは、小室哲哉です。もうそこ伸ばすと本物です。ちょっとこっちのみんなにも顔を見せてあげた方がいいんですか。うわー、すごい、こんばんは。まあ、今回はだからそのワールドカップはフランスでやるということなんですが、まあ、そんなフランスの、キーボーディスト、ジャン・ミシェル・ジャールさん、まあ、知ってる人もいると思いますけども、知らない人もいるんで、はい、どういう人なんですか。ですね、有名なシンセサイザー奏者でですね、一応僕なんかもイギリスに住んでた時は、CD 買ったりとかもしてるぐらい有名な人。うん、そういえばこの間、フランスに行ってる時にですね、咳出ました。息ができなかったです。空気ちゃんと吸って喋る。いや、そういう方で、なんとオキシジェンシリーズではですね、アルバムトータルで1000万枚も売っているという方です。アルバム1000万枚売ってるんですか。はあ、すごいですね。すごい。驚いたのが、ライブをやると350万人とか、動員しちゃうんですよね。パリでも100万人集まるんですよ。180万人とか、こうエッフェル塔がここにこういう風に立ってるとしたら、ザーって全部貸し切って道を、180万人ぐらい人が来ちゃうっていう人なんですけど、そろそろじゃあ、
今回フューチャリングした、はい、あのオリビアを読みますか。読んでみますか、オリビアです。こんにちは。今回 Together Now の、ボーカルをやってもらったんですけれど、どうでした？すごい楽しいですね。どこで撮ったんでしたっけ、はい、声はどこで撮ったんでした？ロサンゼルス。 LA で、うんうん、はい、オリビアと、これ出会いって何、どうしてオリビアなんだ？オリビアはね、グローブのコンサートとかも来てくれてるの知ってました？知らないです。いやだって5万人だもん、分かんないです。いや、マークに挨拶してるらしいんですよ。あ、すいません。本当だ。もっと僕にも挨拶してくれてるらしいんだけど、その時僕がファンの方で、うんうん、え、その時に決めたわけじゃないですよね。全然そうじゃないですけど、ジャン・ミシェル・ジャーさんが、こう天使のような声でメロディー歌ったらいいよねみたいな話が出て、それでインスピレーションなんですけど、 あ、じゃあジャン・ミシェル・ジャーさんに呼んでみます。そういえばいたなと、はい、いや、そういう感じで。なるほど、オリビア、うん、ドリビアに決まったと、うん、はい、なるほど。じゃあここでちょっと読んでみましょうか。ではジャン・ミシェル・ジャールさんです。ラオラオ、うわ、これフランス式の挨拶です。さあ、ここでですね、なぜここにマークが司会として立ってるかが分かりますよ。別に英語でも大丈夫ですよ。フランス語マーク喋ってるのって本当聞いたことないですよね、あんまりね。Vous êtes venu ici pour la promotion pour Together Now? Oui, je suis venu ici pour Together Now et Oxygène 13 aussi et pour faire la, pour la sortie avec Tetsuya Komuro et Olivia du disque ici.スケザーナウの、プロモーション、そして、もう一曲、オクシジェン13っていう曲があるんですけども、それのプロモーションでも来てます。あとはですね、 TK とオリビアとこれからテレビいろいろ出ます、チェックしてください。明日から出ます。というわけでですね、ライブを、楽しみにしてください。スケザーナウはですね、ちょっと僕も邪魔します。スケザーナウは、そうです、CD 買ってくれた方は分かると思うんですけど、 2曲目にマークのラップが、フレンチラップが入っているバージョンがあるんで、それを今日はミックスしようと思ってやってみました。
今日本当ありがとうございました。みんな本当拍手。ありがとうございました。どうも。ジャン・ミッシェルさんとは、はい、今回こう共作なさったんですよね、このワールドカップの公式アルバムの曲を、ね、はいはい、きっかけっていうのは、去年の秋に、その公式アルバム、オフィシャルのアルバムの話が、ヨーロッパの方からあって、はい、でジャン・ミッシェル・ジャールさん興味持ってくださるってるというような話を、まあ、聞いてすぐフランスへ行って、で実際すごい近い立場というかキーボードプレイヤーだったりとか、シンセサイザーがすごい好きだったりとか、はい、僕も10年以上前から彼のアルバム聞いたことあったりとかして、とりあえずヨーロッパでもうすごい有名な方なんで、そういう方がこう興味持ってくれて、で一緒にやってくれるだけでもすごい光栄ですよね。でジャン・ミシェルさんは小室さんとご一緒されていかがでしたか？
I knew Tetsuya Komuro's music for quite a while, and I was very excited to work with such a great artist, Tetsuya Komuro is. And we, the first time we met, it seemed that almost instantly it clicked really well. And as Tetsuya just said, we are sharing the same approach with the instruments, electronic instruments, but also trying to create edgy sounds or new sounds, but also respecting also the melodic part of what a pop song must be. 今回 の, あのこのユニットに、はい、あのオリビアさんをって思われた、はい、まあ、あのきっかけというかわけといいますか、ジャミシェ・ジャールさんがまずメロディーを一番テーマを作ったんですよ、はい、その時にこのメロディーラインどんな感じでやるかって時に、まあ、なんか天使のようなみたいなエンジェルボイスみたいなんで、うん、歌ったらいいんじゃないのかなというところからもうインストゥルメンタルから歌にしようっていうアイディアになって、で僕の中はもうインスピレーションでオリビアがいいんじゃないかなと思ってて、うん、オリビアさんは今回お二人とあの、まあ、ご一緒するって言いますか、ボーカル担当なさってどうですか？すごい楽しかったですねあと3日でワールドカップが開幕されるんですけれども、はい、あのせっかくですので、はい、日本代表の方に、はい、あのメッセージがありましたらぜひいただきたいんですけれども、はい、僕もあのこの曲もうあの予選代表に選ばれなかったらお断りするつもりだったんですよ。やっぱり日本のチームがやっぱりワールドカップに出れるっていうことで、その後にずっと引き延ばしてて、あ、そうだったんですか。で、OK、やりますっていうことにしたんで、あ、そうですか。なんで全然もう出てくれるだけでも十分なんですけども、そうですね、でも、まあ、せっかくだから、ね、あの行くところだね、ね、ゴールの瞬間やっぱ勝ち負け別で、あのすごい見たい、見たいですね。はい、じゃあミシェルさんは、まあ、複雑ですけれどもフランスと日本とありますけれども、メッセージをぜひ。Yes, I think as Tetsuya Komuro just said, I mean, the important point to participate and to share emotions, to share joy, and to share also what is going to be the biggest event of the planet for the end of the century. And what I can hope both for Japanese team and French team is to do their best and maybe having maybe a final Japan against France. Why not? Olivia, さんも何かあのチームに対してメッセージがあれば。I just want to say have fun, basically. どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この後もまだ。
方なんですけども、はい、僕らは何とお呼びしたらいいのかもわからないんですけどね。チャールさん、チャールさん、チャールさん、anything JMJ TK JMJ、うん、you know シャールさん、なあ、ほな何やつ先やで、何おもろく言うてへん、まあ、じゃあジャンさんでいいです。ジャンさんでいいんですか、うん、ジャンさん、じゃあ、it's okay、ジョンソン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 、お前ジョンソンになったね、ジョンソン、yes、not ジョンソン、ジョンソン、ジョンソン、ジョン、ジョン、ジョン、お前マジモテるって、ジョン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 、うん、my name is 浜田、あ、浜田、too long、too long、too long、松本、yes、また松本やないか。ちょっととりあえず、はいはい、この3人は、はい、なぜこの3人でっていう、ワールドカップのサッカーの、はい、公式ソングになってるんですよ、うんうん、この3人の、ね、うん、それで6月に、はい、多分、はい、ほとんど、はい、パリへ行ってイベントをやるっていう、あ、そうなんですか。そうなんです。これずっと今オリビアが訳してましたよ。はい、これな、何、君は何でどうやって訳してんの。英語は喋れる、うん、バンって言わせる、すいません、音声さんって英語あんた全部日本語分かってんじゃん。さっきからちゃんとしたところで笑ってみて。ジャン・ミシェル・ジャールさんが、はい、そのフランスのいわゆるなんてこう、取りまとめをしてるんですよ、ワールドカップのその音楽の、うん、あら、すごい、めちゃ偉いじゃないですか。めちゃくちゃ偉いんですよ、僕の情報では。彼のお父さんがすごい有名な映画音楽の作曲家なんですよね、うん、それはどうなの、オリビア、オリビア聞いて、聞いてくれ、うん、親父偉いんか、親父、お父さん偉いか聞いてくれ、うん、お父さん偉いか、うん、偉い、どんなこと してきた人なのか、うん、They're asking what your father did and how big he did a lot of things, my father. He did some soundtracks, music, like all of us. We're all doing music. My father is doing music and I'm doing music as well. especially expert on soundtrack movie. Yes, he's yeah. specialized in soundtracks. Yes. やっぱそうなんですか。そうです。映画の。はい。大丈夫です。いや、今違う言ってたよ。いつ今違うって。うん、何やってんのか聞いて。何をやったんか。うん。何をやったんかってどういう意味？映画音楽とかやってないの？映画って言うたやろ？うんうん。そんな聞いてくれ。何を聞くの？どういう仕事してきたか聞いてくれ。どういう仕事をしてきたか聞くの？聞くの？今ここで？うん、後で？後でじゃない。今。楽屋で？ここで。Try. Ask me something in English.お前がさっき言うてきたんちゃうの。I can say a few words in Japanese, like... いや、わかるけど、自分がさっきメンチ切ってきたんちゃう。これほな、ワールドカップ期間だけっていうことなんですか、それともなんかそれ発展させてない、ある程度期間限定です。なるほど、はい、でも最終的には向こうへ行ってその6月のやっぱりイベントができたら大きいな、うん、でもどんなもんなんか行ってみな分かりませんもんね、分かんないですね、あればっかりはね、今予定してるのが大体ワールドカップの日本の2戦目なんですよ、大体時期が、はい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 、1戦目が初戦がアルゼンチンでした、はい、2戦目がクロアチアですよね、もうどうでもいいって感じですよね、何してんだよお前ら、なんか俺も天ヶ崎や、嘘つけ、
続いてはジャン・ミシェル・ジャーランド、テツヤ TK、小室フィーチリング、オリビアです。はい、よろしくお願いいたします。今回小室哲哉さんがフランスのシンセサイザー奏者の第一人者ジャン・ミシェル・ジャーレさんと D&D のオリビアさんとスペシャルユニットを組まれたんですよね。はい、このワールドカップのためのなんですけども、はい、はい、ワールドカップの、はい、公式アルバムと公式シングルみたいなオフィシャルのがあって、あーはーはー、それで、ジャン・ミシェル・ジャーレさんの方から依頼があって、あ、それでそのため僕がまず選ばれて僕がオリビアを選んでという。あー、しかし長いですね。長い。タイトル、バンド名、ユニット名が長い。じゃあこれは今回限りということになるんですか。そうですね。とりあえずこれを、ね、オリビアを選んだ理由っていうのはあるの。ジャミシェジャーさんと打ち合わせしてる時に、なんかエンジェルボイスみたいな声で歌ってもらいたいなみたいなのと、あと、まあ、英語ができるといいなっていうのと、おお、エンジェルボイスだよ。すごい嬉しいですね。うん、あと英語の方が得意だったりして、ああ、それで良かったですけど。そうです。ジャンさんは小室さんは以前からご存知だったんですか。 Did you know TK beforehand? Yes, I obviously knew TK's music for a while. 小室さんの音楽分かっておりました。 I'm really glad that we have the opportunity to share great music between Europe and Japan with my friend Tetsuya. And also, because of him, I'm enjoying even more sushi and sake. 作れてよかったなと思ってますし、小室さんのおかげでお寿司たくさん食べれて、お塩もさせていただきました。ねえ、訳すのは早すぎる。すいません。はい、その場で先が見えてたんで、先が見えてましたので、そうか、はい、副音声みたいでした。副音声みたいだったね。はい、オリビアどう、一緒にやってみてどう。あ、すごい楽しいですね。やっぱり3人と全然違います。あ、うん、小室さんの歌はでも難しいでしょ。うん、すごいいいですね。あ、そう。イエス。これワールドカップにの、はい、オフィシャルになるんですが。そうですね、サッカーも見に行きます。ほとんどこの間初めて見に行って勉強してますが、にわかサッカーファンなんです。フランスに行く予定あるの。今ジャン・ミシェル・ジャーさんがイベントを予定してくれていて、6月のちょうど予選と決勝の間ぐらいに、うん、パリでイベントがありそうなんで、多分それで演奏するんじゃないかなと。あ、向こうで。そうですか。そのためにお招きしていると今回。あ、じゃあスタンバイよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サッカーはね、世界中が注目してますからね。福山君、サッカー興味あるの。ええ、まあ興味ありますよ。でも、ジャン・ミシェル・ジャールさんにもちょっと興味ありますよね、やっぱりね。そう、いやいや興味ありますよ。ね、サッカーも自分やってたってことない。やってたってことはないですけど、うん、まあW カップじゃねえや。W カップじゃねえや。いや、興味あるんですよ、ちゃんと。久しぶりなんで、ちょっとね。いや、本当あんの興味。ありますよ。知ってますよ。さっきやっぱりうちのスタイリストがさ、達人はすごいって言ってたよ。でしょ、うん、やっぱりすごい。では、歌に参りましょう。ジャン・ミシェル・ジャール&テツヤ TK 小室フィーチャリングオリビアで Together Now です。
Il y a un concert également qui vous permettra d'exprimer un temps privilégié qui s'est prévu différentes questions. Je voudrais. ジャムシテクノロジーを世界中に伝えると発表していて、個人的にすごい楽しみにしています。あと、自分をアピールできたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。